はいどうも、アバンティーズのリーコーと、チルベト、エイジと、ソラジーです。皆さん、YouTuber はやっぱり注目される力っていうのは必要だと思うんですよ。アバンティーズのね、注目される力っていうのはね、どうなのかっていうのを気になりまして、今回はね、それを調査していきたいと思うんですけども、まあどうやってね、調査していくかと言いますと、Twitter アカウントを1から作って、今の名前を明かさずに、フォロワー数をどこまで伸ばせるのかっていうのを今日は競っていきたいと思います。なるほどね、インフルエンサーとしての能力ってことね。そうですね、どれくらい集め人を、どうだった、かっこよかったね。はい、ということで今日の夜12時から明日の夜12時まで、ちなみにね、一番伸びなかった人は、あの罰ゲームが待っているので、覚悟しておいてください。1日が経ちました。皆さんどうでしょうか。いやいやいや、まあまあ、まあでも俺はちょっと取っといた方がいいと思うな。あ、なるほど。じゃあ俺一回言っとく。はい、ということでじゃあ、はい、僕のアイコンはね、まあなんだろう、ちょっと自分より下の男の子にしました。あ、年齢がってこと。いや、なるほど、顔的に。はぁ、自分の顔より下のランクの顔にした。それ言って大丈夫。大丈夫大丈夫。こちらです。あー、いや、ほんと下だね。めっちゃすげえっていうことで、車をデコピンで廃止にしたことあるわっていうツイートをしたり、今日って何の人分かる、俺とジャスティン・ビーバーがダチになった人。まあここでちょっと僕の名前使ったんですけど、アバンティーズの釣り目と友達って。あ、なるほどね。アバンティーズの釣り目と友達の証拠みたいな感じで画像を使った。その結果何人でしょう。ドゥーンじゃん。おー、ここで一人来ました。もう一人来た。じゃあまずは、アイコンから、はい、僕のアイコンはこちらです。なるほどね。大予言者ゼウスと。で、まあ作戦としては、日本だけではなく世界中に発信したいなと思い、英語でツイートしました。おー、 God want to save this earth。 神は地球を守りたいと言っています。ゼウスの時点で神だからね。I pray for the happiness of everybody of the world。 神は世界中の幸せを願っています。痛すぎるので勘弁してください。じゃあその痛いことをつぶやきまくった結果、フォロワー数は一人です。おー、なんかちょっと外人さんがフォローしてくれました。まあ僕はね、その若者をちょっとね、ターゲットに自作の名言とかを作って自作ポエマーですね。で、まあアイコンはこれですね。何それ。エジオっていう名前でやってたんで、相田みつおの若い版みたいな。じゃあとりあえず、じゃあ一つ目のツイート、じゃあ読ませていただきます。今日という日は残りの人生の最初の一日、こんな素敵な日にツイッターを始めてみました、フォローお願いします。おお、まあ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 。2個目が、人生は楽しんだ者が勝者、人生に価値を求める者は敗者っていうね。おお、ちょっと深い。深い。深そうに聞こえる。まあ何個かそのポエムをつぶやいて、ちょっとなかなかフォローが稼げなかったんで、ちょっと焦って「サバって最高だよね」って言って。まあ名言じゃねえじゃん。あと最後の方超焦って、フォローお願いしますって20人ぐらいに送った。知らない人。その結果、なんとフォロワー数は0人です。誰にも見られてない。じゃあね、続いて最後僕ということで、はい、やっぱね外国人狙いでいきました。で、まあ、外国人といったらやっぱちょっとセクシーな人が、まあ、人気なのかなって、っていうことでアイコンはこちらでございます。気持ち悪い。それ誰。僕です。モロじゃん。僕です。芸能人にリプを送ろうと思いまして、ジャスティン・ビーバーにこんな画像を送ってしまいました。まあね、その次もいろいろこういう感じ
感じの画像をね、セクシー日本人送ったりとした結果ですね、フォロワー数はいドーンじゃん4人です。おおということで、一番フォロワー数少なかったのはエイジさんということで、はい、まあ、でもゼロってその無限大の可能性だから数字ではないんだよね。今これ炎上になってる、炎上になってる、炎上になってる、炎上になってる。はい、ということでね、フォロワー数が一番少なかったねエイジさんには罰ゲームとして、自分の現在の、まあ、メインアカウントですね、うん、あの3日間エイジオで過ごしてもらいたいと思います。はい、楽しみですね、誰をどんなツイートがツイートしねえよ。君何送ってんの？ヒカルさんにお金くださいって言ってるよ。やばいでしょ、おじきじゃん。